ウィーコーさんの毎日要点よ。はい、ごきげんよう。鳥海流四柱推命講師のみ、あ、本名言いそうにちょっとウィーコーでございます。はい、好きな必殺技は超弾道真空波、かっこよかったです。危うくアジリーブに入りそうになったことがあるともです。よろしくお願いします。やばすぎる。すいません、つかみからそんなグダグダで、はい。2021年、カノトの牛の年ですね。旧暦のお正月新節も終わってですね、ついに本格的に2021年の運気が動いてきました。要領よく賢く頑張る、むしろ楽しめというのが今年の、キーワードなんですけど、今週の日曜日でですね、もううっかり2月が終了してしまうという。早いですね。どうしよう。1年の6分の1が終わると思うか、もしくはあと6分の5まだ残ってる、まだやれる、これをやると巻き直すかはあなた次第です。はい。本日も四柱推命を中心にした、占いと子どもの本の話をがっつり組み合わせてゲストを、お招きしてお送りいたします。50分間よろしくお付き合いください。はい、じゃあここでスイッチしますか。改めまして、今日のゲストはですね、下北沢で創作ビーガン専門レストランをされている、倉科ひろこさんです。こんにちは。みんな見てる。みんながどのあたりまでだろうか。ですね、倉科さんは、実は私が占い師になるきっかけを作ってくれた人なんですね。もともとはデザイナーと編集者という少女漫画の雑誌でそういう役割でですね、8年ほどやらせていただいてたんですが、ある日気がついたらですね、なんかお料理してるんですよ。あれ、デザイナーじゃなかったっけって言ったら、なんかこれもありかなと思ってみたいな感じで、自然になんかもうお料理人としてやられてたんで、あ、そうか、私も編集者だけにこだわってなくていいんだという目うろこな、私のこう歩く生きるターニングポイント的な倉科さんを今日はご紹介いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はじめまして。はい、はい、下北沢で、ビーガン、創作家庭料理を経営してます倉科と申します。はい、もともとグラフィックデザイン。そうです。はい。もうかれこれもう20年近くやりましたね。ですよね。はい、そうだから、私はずっと頭はデザイナーの倉科さんだったんですが、はい、そうですね。最初にそう倉科さんのお料理いただいたのが代官山。そうです。代官山のベチカフェでしたよね。はい。お料理人に、その基地に入るようになったのは SNS の投稿がきっかけだって聞いてるんですけど。そうですね、もともとグラフィックデザインの仕事を、まあ、フリーランスで長年やってたんですけども、はい、まあ趣味というか、まあ、自分の食べる分というか、はい、それをですね、まあ、サンドサンド作っていて、はいはい、
で、まあ、それを写真に収めると。ほう、うん、ほう。でその収めた写真をこう、うん、まかない日記と題して、うん、はい、名前が渋くていいね、はい、で、まあ、SNS に、まあ、たまに投稿してたんですね、うん、はい。でまあ、それを見てくださった、うん、その大河山のベジカフェのオーナーが、うんうん、はい、自分のところのカフェの、うん、まあ、シェフが辞めちゃうんだけども、うんうんうん、クラシナさんもしよかったら手伝ってもらえませんかっていうので、まあ無茶ぶりで始まった感じですね。ですよね、はい。だってね、それまで別に料理になるなんてこと考えたことは、うん、全く考えなかったですね。ですよね、はい。私も本当にかなり衝撃でした。衝撃でしたよね、はい、事件でしたね。ほぼほぼ事件でしたね、はい、2015年、2015年ですね、はい。ちょうどその年に私も占い師の勉強を始め、はい、知らなかったですよ、うん、私もこのね、こうやって数えてたら、あ、私も2015年だってことが、はい、今朝ほど判明し、漠然とし、そうなんですね、はい、で、あれですね、それまでにもいろんな仕事はされてたけど、はい、今はどうなんですか、デザインと料理ってどれぐらいのバランスやってらっしゃいますか。本当ね、もうね、うん、ほとんど料理になってますね、うん、まあ、たまにね、忘れた頃に、はい、ちょっとデザイン の、はい、ピアノの発表会のプログラム作ってくれないかとか、そういう、はい、ものはありますけども、うん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 、昔なりその、ね、ボリュームのある感じのものってのはほとんど今やってなくって、うんうんうん、はい、もうほぼほぼ料理の仕事で、はい、もうはっちゃけてる感じですけど、いやいや、もうね、熱い人なんですよこの人、はい、本当に、思い込んだらなんかこう、はい、鉄火花女みたいな。何ですかそれ。ズドンっていくよね。はい、そうですね。今は多分あれは、うん、アトリエは2018年、はい、レストランを今アトリエと呼んでらっしゃいますけど、はいはい、あれ今ワンオペ？そうですね、まあ、忙しい時はもちろん、うんうん、人に手伝ってもらって、まあ、うちの、ね、うん、親戚のおばさんとか、80歳ぐらいになるおばさんから、はい、ね、手を貸してもらって手伝ってもらってたんですけど、はいはい、まあ、昨年 のコロナ禍以降は、うん、そうですよね、まあ、ちょっとね、やっぱり、ケータリングとかそういう大ボリュームのものが、はい、激減してるので、うんうんうん、まあ、今はもうワンオペで、はい、しっぽりと、はい、やってる感じですね、はい、はい、今ちょっと見て冒頭見ていただいたように、はい、非常にこう吹き抜け感のあるですね、明るい綺麗な、空間で、はい、そこでね、私もその下北のタオ、はい、下北沢タオっていう占いところで、2ブロックぐらいしか離れてないですね。そうです、はい、なんかお客さんがいない時にいきなりお店にハラッとこう倉沢さんがいらっしゃって、差し入れって、大根のポタージュとかなんかおいしい思いいろいろさせていただいてありがとうございます。いえ、こちらこそ、ね、心強いですね、やっぱり私は本当に一匹狼じゃないですけど、はい、単身で動いてますので、一匹狼ではないんだけどね、近くにね、そうやって、うん、まあね、よく知ってる方がいらっしゃると、はい、すごく心強いです。いや、私もありがたいです、はい、もう美味しいんですよ本当に。ケータリングがあれですけども、お弁当とかあとゲリラ販売とかね、いろいろ出してる、はい、その辺のね、お料理をね、はい、ちょっと見ていただこうかなと思いまして、はい、部位をね、用意しました、はい、ちょっと説明を入れていただきながらですね、はい、見ていただきたいと思います、はい、では部位の方よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。これ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 、はいはい、基本ワンプレートですよね。そうですね、はい、これはお一人様大歓迎定食会といって好き、はい、まあ、そのコロナ前までは、ええ、不定期なんですけども、うん、一人からその定食を楽しめるよっていうので、これは、はい、これはですね、お弁当ですね。お弁当か、はい、これケータリングで出してたやつ。そうですね、まあ、ロケ弁ですね、はい、ロケ弁、はい、でこちらが、はい、はい、デリバリーのはい、ラインナップですね、はいはいはい、今、はい、和食っぽいですよね。そうですね、結構和食のビーガンっていうのが特徴ですね、はい、もうね、もう目で見て綺麗、食べてオレンジっぽいのは何ですか。オレンジっぽいのはね、うん、甘酒カレーですね、あれは、はい、これね、お店先です、はい、そうです、これまさにゲリラ販売するところですよね、はい、そうですね、はい、今中に、あ、これ、うん、これがね、めっちゃうまい、大豆ミートの酢豚、私の大好きなやつですね、はい、はい、これが、でこれがね、ビーガンカキフライって言って、意味わかんない、ビーガン、はい、そうなんです、カキを実際使ってないんですけど、うん、まあ、それに似せて作った、これよ、インパクトがある、はい、これはですね、ビーガンキッシュといって、豆腐とあと山芋クリームで作ってるものですね。キッシュ、キッシュです、はい、
うん、卵も牛乳も使わないでキッシュで作れるんだってのは。そうですね、結構一か八かの結構でもサイズ結構でかくなかったですか。大きいですよ、ね、あれはもう、うん、まあ直径20センチくらいあって高さも5、6センチくらいありますし、ます、ね、うん、あの結構食べ応えはある、はい、商品です。今回あのいっぱい写真いただいた中でですね、はい、もうあの私のこう、はい、あの選別眼の中でなんじゃこりゃっていう一番インパクトがさっきのレンコンのなったキッシュでしたね、はい、これ食べてみたいなと思いながら、あ、ぜひぜひ、はい、ぜひそのうちに、あ、はい、ありがとうございます。明日下北へ行くんで何か あったら取っといて、お待ちしてますよ、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。でですね、はい、クラサンナさんにはですね、事前にあのキーパーソンをですね、はい、2人挙げていただいておりましたよね、はい、そうです、はい、あのね、お一人お師匠さん、そうですね、うん、ピアノ ピアノの、はい、幼少期の頃の、ね、はい、あの師匠ですね。そうですよね、はい、あのね、この方がですね、はい、そうそう、もうね、はい、胸の真ん中の星の相性バッチリね。で最初からなんかこう、倉島さんの方が彼女にメロメロだったところはあります、はい、ん、私が彼女に、お師匠さんの方に、ああ、もうそうですよ、もう本当に入り浸って、うんうんうん、もう毎日、うん、本当に毎日行っててもう母親から、うん、そんなにね、隣のおばちゃん違いなら、うん、あっちの子になりなさいっていうよく聞く話、ブチギレされるぐらいの、ブチギレされる、ブチギレでしたね、うん、感じで本当に大好きで大好きで、うん、しょっちゅう言ってましたね。隣のおばさんがお引っ越しをしてきたその日からなんかもう、うん、そうですね、うん、あのピアノをね運んできたんですね。それはアップライト、アップライト、そうなんだ、うん、でまあピアノってものをまだ知らなかったんで、うん、その頃まあ本当に 2,3 歳だったんで、何が運ばれたのかなと思って、それで見に行って、うん、だからそれが初対面なんですよね。なるほど、ね、うん、だから向こうからしてみるとどっから来たのって感じでしたけど、ね、うん、隣で見てたって感じで、で、うん、それからもう本当に毎日毎日、はい、通ってました。なるほど、ね、はい、いや、それでしかも、はい、お師匠さんが倉科さんの守護神なんですよね。マジですか、うん、なんか一緒にいると倉科さんがものすごく居心地が良かったと思うんですよ。ああ、そうですよ、ね、うんうん、で、やっぱりもう具体的にお師匠さんっていうだけあって、はい、情報がのこう流れてくると教えが流れてくるので、うんうんうん、まさにその流れが正しい関係性です。うん、そう、素晴らしいです。うん、いや、びっくりしました、はい、正直言って、うんうんうん、で、もう一方もですね、はい、ベジカフェの店長さん、はい、はい、この方のちょっとね、生年月日が今一つあれなんですけど、はい、すね、多分間違いなく、はい、この人と倉科さんの関係というのは、はい、これはもう気学の方で出したんですけど、はい、倉科さんの、はい、人脈もしくは社会運を、はいはい、こう人とお金を連れてきてくれるっていう、そういう役割の人なんですよね。そうなんですね。だから倉科さんの世界をこう広げてくれた人、うんうん、まあまあそうですよね、うん、もう間違いないと思って、うんうんうん、はい、ちょっとびっくりしました。でね、はい、ここでね、倉科さん自身の話になってみると、はい、もうね、うん、芸能活動に近いような、はい、いわゆる朝も昼もないというような仕事をするのがですね、はい、最適なんですね。あ、もうでもずっとそうですよ。あの、思いついてからはそうじゃないですか。そうだよね、一緒にやね、ね、あのやお仕事をね、した時もね、はい、本当に不夜城が感じですよね。でしたよね。もうね、もうね、幼稚朝陰みたいなね、はい、やってましたよね。はい、でしかも一生頑張る、しかも一人で頑張る、自分のこだわりで頑張るって星がずっとついて回ってんで、たまには二人ぐらいで頑張りたいですけどね。本当ですよね、一人ぼっちじゃなくてね。はい、もうコツコツ真面目にやるし、何よりも、はい、ね、社会的なこうバランスがすごくいいので、人格的にも人がついてくる、まともなその人脈ができるし、信用されるし、しかもこうね、こだわりがきちんとあるので、やっぱし、ね、職人っていうのが出てくるんですよね、全体こう浮き上がってくるキーワードが、でしかも技術技芸に非常に秀でていて、それでまあ一財を成すと。マジですか。出とるだよ。そんなことは考えたことなかったですね。いや、出す、やっとこうよ。そうですか、はい、それ聞いたらなんか安心したな。そうだね、うん、ただね、ちょっと残念なお知らせがあってですね、今ね、0歳から72歳までの、はい、ざっとこう大きいところを見てるんですけど、はいはい、この多分今当たってるだろうこの10年間っていうのがですね、はいはい、そこだけが五、はい、行のこう天地の守りというのがですね、うんうん、入ってないんだね、うん、なんかすごいですね、はい、でここでやんなきゃいけないことはとにかくコツコツやる、はい、で、
少しでもこうおしゃれっぽい雰囲気を押し出していく、はい、今のところのこの雰囲気の作り方はすごく私正解だと思っていて、特にあの女の子をつかめて出てるので、へそうあの今の仕事の仕方は大変正しいかと存じます。そうですか、はい、そしてあの爆弾発言もさせていただきます、はい、この0歳から72歳までにですね、はい、こうそれぞれこう対応しているですね、はいはい、10巻12詩が入ってるんですけど、はい、そこに私が入ってるんです。ああそうなんですね、はい、これはつまり、はい、倉科さんの運気を下からこう押し上げなさいよという。いやでも今まさにそうじゃないですか、こんな、ね、こんなね、うん、日向に出してもらってっていう日陰の女が、ね、そんなこと言ってますけど日陰の女ってこう口癖なんですけど口癖もう、ね、あの案外芸能界にあの顔が効いてます。それはありがたいですね。さらにあの精進して心してですね、やらせていただきますので。いやこちらこそよろしくお願いします。はい、もう1年のうちでね2月3月4月は本当にいい時期、うんうんうん、さらに普通は 2月3月4月で終わるそのいい時期が、はいはい、倉科さんの場合ちょっと仕組みに癖があるので、はいはい、5月6月7月はさらにその上を行っちゃうんですね、はい、なので、うんうん、倉科さんが気をつけなきゃいけないのは1年の中で1月と11月だけなんですね。1月と11月、うん、そこだけは気をつけて。まあでも今年はもう過ぎましたね。終わった、うん、もう先月終わった、ね、なのでもしもそこで何か風邪ひいたりとかですね、まあ、万が一事故になったりとか、はい、あ何か良くないことをふっかけられても、あ私のせいじゃないと、これは運気のせいだなっていうぐらいのですね、はい、割り切れと、はい、諦めて分かりました、言ってください、はいはい、うーんというまあ簡単な、鑑定をさせていただいたわけなんでございますが、はい、ありがとうございます、はいはい、ところであの、うん、野望がある。野望ですか。野望でもね、うん、まああのねまあ、ちょっと上げさせてはいただいたんですけど、はい、個人的には、ね、あんまりそこら辺強くないんですよね。そうあんまねなんかそんなにね強くもない。そうかね。ねそう、はい、事前にね野望ありますかって聞いたら、そうです、日頃から直感で動くのとこの一瞬で全てを燃やすという刹那式のため、はい、実はあまり先行きのことを計画立てて考えたことがない。はい、そうなんです。そうなんですよね。はい、ねねこの感じはね、はい、あの倉科さんのフェイスブック見てるとわかる。はい、あそうですか。なんかガーッと書き込んで、もうこれなんだこれなんですよっつって振って振ってこうなんかこうなんかこう軽くパタッと倒れる感じが、ね、目に見えなくもない、はい、猫にまたたびみたいなね。そうなんですよね。あれはね見てて面白いんで、もしもあの皆さん見つけられるようだったらぜひ Facebook で倉科さんの、あのねニュースフィールドを見てみると面白いと思うんですが、うんうん、はい、ありがとうございます。どうすんの空飛ぶ倉科はどうすんの。そうなんですよね、うん、あのまあねなんか夢があるかって言ったら、うん、まあ、そんなあんま大それ大されたものはないんですけども、はい、ただ機内食ってちょっとあのあ、うん、あのやってみたいなと思って、あの狭い空間の中でまあね何度かある、うん、まあ数回の食事ですけど、そこでこう満足いく、うん、うん、だからその旅に行くまでの中でもすでにね思い出が作れるような、なんかそういうね、うん、あの機内食みたいなものが作ってみたいなっていうのが、はい、まあ、一つありますね。うん、今はコロナで行ってないんですけど、年2回、はい、春はイタリア、秋はドイツにブックフェアに行ってた時に、はい、やっぱしね面白いからビーガンメニューちょっとこう作ってくれるんですよ、はい、ね、大抵カレーな、カレーね、ビーガンカレーな、あー、うん、まあ、まずくないよ、はい、他の普通の機内食よりまずくないけど、でもカレーかーって思ってしまうので。そうですよね、うん、さっき今ここにいないんですけど、うんうん、あのアシスタントのトモさんがですね、いろいろ写真とかビデオ見てた時に、さすがデザイナーだから色が綺麗ですよねって、うん、そういうことやっぱし関係してくるのかね。いやどうなんでしょうね、うん、私関係すると思うんだよだセンスだよね、まあ、そうだよね、あのデザインの仕事と料理の仕事って、うん、まあなんかちょっと別かなって感じも一瞬ねするんですけど、うんうんうん、でも実はそのデザインやってたことがすごくこう生、うん、かされてる感じがするんですね、うん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 、でねデザインの中でデザインを表現するって自分にとってはちょっとやっぱ難しくって、あともっと達者な人ってすごくいて、うんうんうん、だからあこれはねなかなかねちょっと難しい世界だなっていうのはずっと思いながらやってたんですね。ただ料理に変わった時に、うん、もう少し自分の思うような表現がしやすいなっていうのはちょっと感じたところなんです、うん、
だからまあ、うん、まあでも総合的にはやっぱそのデザインやってたその時の、うんまあ、作り方だとか見せ方っていうのは、うんうんうん、まあかなりあの今の仕事を助けてるなと思いますね。うん、もうね皆さんにもうぜひ、うんうん、あの色鮮やかなプレートを目の前にしていただきたいんですけど、うんまあ、気分としてはお菓子の家にたどり着いたヘングレって感じですね。はい、これ全部食べていいのみたいな、食べられるのむしろ食べてうまいっていうのがですね、もうねここにノーズにこうガガガガってこういう形の雷が落ちるぐらいのショック、嬉しいんです、美味しいんです。あ、嬉しいそうやっていただけると、本当に今ね自分でいくつもその今まで食べてきた倉科さんの料理の写真を見直こう見返してた時に、これも美味しかったな、あれも美味しかったね、美味しかったしか出ない、お前はボキャ品かと思うんですけど、いや嬉しいな、でも綺麗で美味しいってね、本当幸せね、うんうん、そうやって言って、ね、いただけるとすごい励みになりますね。ありがとうございます。はい、そして、もう一つこれ、うんうん、このこっそり前に立ってるんですけど、ね、あ、そうなんですよね、これジンジャーシロップ、はい、これビネグレットソース、これね、はい、あ、甘酸っぱいんだよね確かに。そうですね、うん、まあ酸味もありながら、まあでもちょっとその、うん、まあ白味噌とかが原料で入ってるんですけど、うん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 、まあその味噌の甘みとかがあって、うんうんうん、なんていうか、うん、ビーガンなんですけども、うん、割と濃厚な、うん、うん、あのドレッシングですね。これお店に行けば買えるんですか。あ、そうです、はい、あのこれ今クラッシュのオリジナル、そうですね、アイテムとなっておりますので、はい、あのもうすでに濃厚なファンがついておりましてですね、一度にあの何本もお買い上げのお客様も出ております。そうですね、もしもあの下北に行かれることがあれば、はい、ぜひお求めください、はい、美味しいです、ぜひ、はい、で非常にミーハーなところで、うんうん、某アーティスト、うん、お名前はズバリ、はい、はい、カセ吠えてます、吠えてますよ形見てる誰や、知り合いかほんまに見てんのんかいな、ほんまにめっちゃ心配やわ私も実は倉科さんの影響でですね見ました、うん、何あの和製 R&B つうかもうすでに和製じゃないんだけど、そうですね、すごいねあの人ね。そうです、はい、いや正直言って私もあの藤井風さんってちょこちょこ耳にはしてたんですけど、うん、一番圧を持って連呼してたのが倉科さんだったんで、そうですね、さすがに今日会う前に聞かないかんだろうと思ってもめっちゃいいバイブス来ちゃいましてですねやばいっす、もうやばめやばめって感じで今来てますけど、なんなんあれって感じですね。そうです ね、あ、分かっていただけてね、はい、嬉しいですね、それはね、はい、届けたいね、はい、はい、あのね、まあ、うん、夢の一つですね。そうですね、うん、藤井風さんにお料理を届けたい、はい、はい、もうこれがね、うん、もうメインですね今日のね、もうあの私、はい、あのちょっとあの、まあ、鑑定士というか占い師というかですねちょっとあのにわかファン仕込みでですね、ちょっとなんとか倉科さんを風さんに会っていただけるようにあの全ての技を動員して頑張ってみたいと思います。あの成功したら皆さんにここであのご報告いたしたいと思いますので、ドドン入ったやべドラやべやべやべ、はい、まあ、あっという間ではございますか、はい、大丈夫かな、まだもっと喋りたいことある、いやもう全財産放出しましたよね、うん、なんかなこと言ってますよいいんすかねそう、ね、はい、本当コロナが終わったらまたそうなんですよね、寄らせてもらって本当にね、美味しいもの食べさせてもらって、うん、今はね、うん、もうあの中でのイートインっていうのをねお休みしちゃってるので、できないもんね、うん、まあ、もちろん貸し切りだとかねそういうのは受けてるんですけど、うん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 、まあフリーでの、うんうんうん、イートインっていうのを今貸し切りできるの、できますできます、夜8時前だったら、そうですよ、そういうことだよね、はい、あ、それもそうです、だから皆さん、うん、あの5人以上のご予約で、うん、アトリエの貸し切り、はい、で、はい、まあ、ちょっと今ね時短なので、うん、まあそうだな、だいたい5時から8時くらいとか、あ、5時8時、ね、うん、まあ、うん、あのご希望に沿って、そう、3時間あればだいたいね、はい、十分に、うん、そうですね、まあ、あっという間ですけどね、うん、3時間はね、そうなの、楽しい時間は早いものでだよね、はい、はい、で毎週金土日の16時から21時21時21時9時ですね、そっかそっかそっか、うん、ビーガン惣菜のテイクアウト、はい、ゲリラ販売をされて、はい、はい、これは今ねちょっとかなり気合を入れてやっていまして、うん、はい、まあ今もう本当にね、やっぱり私は、うん、あの人数がたくさん集まるところに食事を提供してたので、うん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 、もうそもそも集まりがないじゃないですか、うん、そうすると、うん、集まっちゃダメだからね、ダメなんですよだからそうすると何もなくなっちゃって、うんうん、はい、どうしようかなとかって思ってた時に、うん、近隣の人たちがやっぱり全然テイクアウトなんてやってなかったのに、うん、ものすごいテーブル出して頑張って売ってたんですよね、うん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 、よし、うちもちょっとやってみようと、うん、うん、なるほどなるほど、それで始めて、
うん、それでまあそうですね、まあ、1年間やったかな、それでまあ、まあ、ちょこちょこはね、あの定着してきたかなっていう感じは、ね、はい、うん、まあ、それまではあの外に出してるので食事を、地元の人がうちに来るって感じじゃなかったんです。ケータリングでね、地元がアウェーっていうね、うん、珍しいタイプの、うん、あの場所なんですけどね。そうだから、うんうん、それがでも近隣の人が、ね、はい、来てくれるようになってのが本当ありがたいですよね。本当にあのあれですね、コロナのおかげでいろんなものがこう、うん、また新しいものが見えてきたて、ね、うん、そうですね、もうコロナなければあんな店頭で考えするなんて考えてもいなかったし、うん、でもあの風情があってまたなんかすごくあの町に合ってるんだよね感じがね。まあね、あのちょっと、うん、古い建物でね、うん、なんかちょっと屋台じゃないですけども、はい、そういう怪しいねところがでも本当にあのコロナの前まではね、結構外人のお客様が多かったですね、うん、外人多かったんですよ、はい、本当に駆け込み寺だったね、だってビーガン料理の、あ、そう、あのね、ビーガン難民って言って難民なんだ、難民なんですよ、あのね、やっぱりあの海外から来て、うん、食べるとこがないんですよね、やっぱりビーガンの人たちって、うん、だからもう本当ビーガン料理屋を探して歩き回るっていうのが結構あって、うんうん、だからそうするとね、みんなすごい遠くから、うん、本当に成田から来たりとかね、そんなに見せないかみたい な、そうですよ、なんかあったんじゃないかその前にって思いますけど、でもそういう感じで、うん、口コミもいいんだよね、多分海外のネットの中でね、そうですね、うんうんうん、やっぱりまあそのね、そういうサイト見てきたりだとか、うんうんうん、そういうのもありますよね、ですよね、うん、まあ、そんなあの大きく言うと世界的に人気のビーガンレストランクラシナに、ね、クラシナっていいよね、あれね、ちょっと KLASINA ってね、そうそう、はい、うん、そう、あれはあのだいぶね、いろいろ考えたんですよ、うん、それこそ何しようかなって、うん、最終的に残ってたね、カゲロウっていうのがあったんですけど、カゲロウってなんかこう消えたりゆらゆらするんじゃないですか、うん、それやめといた方がいいんじゃないかって、ね、まあ、父親からの、ね、うん、助言があって、お父さんありがとう、そうです、あのやめようと、それナイス、うん、まあね、あのシンプルに行きましたね、はい、はい、綴りが L が入ってて可愛いなと思いました。ああそうですか、はい、ああよかった、うん、いやいやいや、はい、まあ、そんな感じでですね、はい、はい、大変いろいろ、はい、明るい画面だかないや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 、あのね、あのぜひあの今年のね、はい、目標、なんとか風くんに会いに行きたいですね、行きたいです ね、本当にね、来てほしいし、うん、うん、あ、そうだね、そうです、それもいいですね、はいはい、その時も貸し切りしますもん、あの方もベジタリアン、そうです、うん、うん、そうなんだ、そうなんですよ、もうこれドンズまで行くしかないと思いますんで、はい、そうですね、本当ラブコールを ね、あの地道に送り続けたいです ね、これね、うん、地道の星いっぱい持ってるもんな、はい、地道こそこね、さっきのねお話じゃないけど、しかも3徳だ、倉島さん、何ですかそれ、陰寒財揃って、はい、何ですかそれ、あの非常にバランスがいいってことです、へー、一人でいろんなことができちゃうよ、うん、っていうね、はい、たまには二人でやりたいですけど、たまには二人でね、そうですね、はい、もうこの調子でぐいぐい頑張ってください、あ、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました、はい、はい、じゃあ今日はあのこの辺で倉下さん、はい、ワンワンペのところお疲れ様、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、うん、いいよ、うん、まあ、しっかりの今日で やっとこうかなと思う、やりたい、うん、そしたら、うん、そんなことで倉島さんありがとうございました。ですね、ここであの冒頭に戻りましてですね、無理言わない、無理無理、それ言わない、無理無理、はい、今年の2021年の運気の要領よく賢く頑張る、むしろ楽しめなんですけど、今トモさん自身何か楽しんでやってることありますか。
楽しい、一番楽しいことは猫と一緒にいることなんですけど、すいません、なんかもうお家な感じででも毎週行ってるフランス語の会話のレッスンとかは楽しいですよ。推しの話を延々頑張ってフランス語でするわけですよね。推しってのはアニメのキャラクターでしょうかね。フィギュアスケートについてもとってもよく詳しいフランス語を、ね、覚えましたね。好きなもので外国語を覚えるっていうのにもこれ基本中の基本だと思いますよ。子供の上手なれ、まあ、言いますよね。いわゆるなんだっけ、一番早いのは外国人の恋人を作ることだ。そうですね。なんか伝えたい、話したい、説明したいっていう気持ちで覚えたものっていうのは頭に入りますよね。恋ですよね。まあ、そうそう、推しですから。そうか、推しだからね。推しですから。はい、私はですね、ズバリ鑑定です。はい、はい。ほんの5年前にですね、本当に占い師をやるなんてことは全く考えてなかったんですけど、でも子供の頃の、ね、夢を、ね、思い出したらね、私魔女になりたいって書いてたんですよね。魔女、うん、だから ある意味夢かなってるみたいな、そういうちょっと、お嫁さんとかなかったね、魔女だったね、あらびっくり魔女にもなって編集も続けてて、ね、二足のわらじを履いてこう結構そこそこ年数が経ってきたわけですけど、経ちましたね。バランスは、その仕事のバランスは、いや、倉島さんはね、さっきすごく潔く料理って言ってたんですけど、微妙でもね、本当微妙なのよね。月によってこう編集の仕事がガーって来る時もあるし、占いがゴーって来ちゃう時もあるし、でしかもその開発の間こう空いたり、ってこう手玉をしてる私、はい、でもね、2つやってるとですね、倉島さんもさっきおっしゃってたんですが、いいこともあるんですね。編集技術そのものはやっぱり鑑定にも活かせますし、で鑑定やってるから逆にその編集現場でね、イライラしなくなった、まあ、今日はねダメな日、こういうトラブル起きます、はいはいみたいなね、そういうこともあるんで、いいことしかないと私は断言させていただきます。はい、そんな風にね、武器というか獲物が複数あるっていうのは使えるものね、風の時代というか今年の運気を生かした選択、生き方ですね。副業っていうのが案外今年のキーワードになるんですが、一つの視点にとらわれないで、具体的に副業すればキャッシュポケットが増えます。まあ、お金が入ってくるポイントね、で私事でね、恐縮なんだけど、やっぱし英語を仕事で使うようになってから日本語力もね、上がったと自分で思います。それまでやっぱしこう日本語的にこう耳障りが良かったりとか目障りが良かった、つまりこう同じことを違う言葉で言ってみるみたいなね、そういうことにすごく不信してたんですけど、もうそんなことはいいじゃないのと、きちんと正しく伝わる日本語が素敵っていう方にやっぱちょっとこう今傾いてるものにもよりますけどね、両方できるようになってきたんですよね。能力が上がったら、まあ、物理的にもと言いますかね、なんかこういろいろプラスの効果が出ればいいわけですよね。例えば仕事がスピードアップするとか、ね、それでこう周りに迷惑かけずに済ませるとか、刺さるわ今日いろいろ、ね、あったんですよ前段がね、はい、そうですよね、本当にね、もうそれは本当に今年の課題でございます、申し訳ございません、いろいろ送りがちでも眠くない、ご迷惑をおかけしております、しておりますと、あずりさんに頭下げてみるということでですね、今日の光のキーワードは軽やかに武器を増やそうです。やりたかったこととか案外やれそうだなってなんとなく思ってるもので関心とか興味が向くものを見つけて実際にやってみるとですよ、思ってみも見なかったあらびっくりな驚きの仰天の展開にってことがあります。例えば私が生き証人ね、そういうことね。で今年はだから楽しいってことも大事な年なので、ちゃんと心と感性と頭、どこにある感性、どっちかな、心はここだよね、まあでもそうね、ピピってひらめきだからこっちかな、感性働かして、まあそういう面白いってのをですね、探してもらえるといいかなと思います。はい、ちょっとこう興味持てそうかなぐらいのものがあるけど、でもどうしようかななんて悩んでた時はどうしましょう、それはもう占い師にいらっしゃもう聞いてほしいですね。私でもいいですし、いいですよ、いつもウェルカム、誰でもいいんです本当に、縁のある占い師、これを今聞きたいと思った時にパッと目に入った占いの看板、そこに飛び込むのが正解です。はい、もうご縁のある人に人生相談ぶちまけちゃってください。でそうするとあなたが生まれつき持ってきた長所、持ってきたものと今やるべきこと、集中するべきことって、その2点をちゃんと喋ってくれるはずです。はい、占いしちゃう
だけですね、うん、そこで占いしちゃうんですよ。いや、しよう、しましょうよ、やっぱりそこはあのね、占いって言うとなんか、え、怖いっていう人いるんですけど、いや、大間違い。あの、占いにはあなたの将来を決める力なんかありません。はい、あなたが自分の人生を自分らしく生きる、そういう将来を決める助言を与えるだけです。見えないものを言語化して渡すだけ。それを使うも使わないもあなたが、あなた次第。別に使わなかったからって言って罰なんか当たんないから。はい、聞くだけ、あの、面白いからいらっしゃい。下北沢の占いサロンタオで、はい、個人鑑定でも結構ですよ。ウェルカムです。お待ちしております。はい、はい、水郷さんがね、お約束のセールストークをバッチリ決めたところで、はい、今回の光のキーワードです。せーの、軽やかに武器を増やそうということでですね、はい、ここであのフィニッシュに向かって素敵な、はい、じゃんじゃん、今日の絵本、今日の絵本のコーナーに行きましょう。はい、つくぱを食べよう。これね、いい本なんですよ。あの、自分で編集しといてのいい本ってのはちょっとどうかという人もいるかもしれませんが、つくぱって初めて聞いたんですけど。そうね、あの、大抵の日本の人はですね、つくぱを知りません。私も知りませんでした。これは言ってみれば、インドの、インドとネパール、あの、ヒマラヤの地方のですね、ラダックっていう高山地方があるんですけど、そこで、そこのまあ郷土食ですね。スープに、きしめんのような、いわゆる小麦で作った練ったこう麺が入ったスープなんです。で、ここって、鉱山地帯なので小麦がね、貴重品なんですね。だからここでその麺が入ったスープっていうのは、いわゆるここにも副題に出ました、インドのごちそうスープ。ごちそうなんです。ごちそうなんですね。まあ、私にとってみればすき焼きとかうなぎとか、その感じ。もっとなんか身近な家庭料理とかっていうよりはちょっと贅沢に、贅沢に、はい、もう毎日は食べない、年に食べて2回かな3回かなみたいな、そんな感じですね。そうで、これがね、実はね、非常に美味しいらしくってですね、実際この翻訳やってくださってる天貝さん、天貝ひろみさんがですね、お家でも、これ、帯がかかってるんですけどね、帯のところに後ろをペッチ繰り返すと、出版社のホームページに、レシピが載ってます。で、普通にググってもいろんなレシピが出てきます。それぐらいお家によって作り方も入ってるものも違うっていう、そういうスープですね。はい、それを作ったんですって、中の一つを。ただね、野菜だけだったんだけどめっちゃうまかったっておっしゃってたので、いや、天貝さんうまいとは言わない、美味しかったっておっしゃってたんですけど、はい、あの、ぜひ皆さんもね、これ寒い日にはもうすごくいいっておっしゃってたんで、お家でも作ってみてください。はい、で、この絵本の主人公はですね、実はね、真っ暗闇の中でもお料理の手伝いができるですね、すごい能力を持った男の子なんですね。どうしてそんなことができるのか、今からちょっと読み聞かせ、まあ、あの、読ませていただきたいと思いますんで、この子と一緒に耳を澄ませて、はい、聞いてみてくださいね。ちょっと立ってみようかな。こんな感じだね。うんうん。はいはい。こうだね。はい。トゥクパを食べよう。見えてる？うん。ほほほほほほほ。ね、かわいいでしょ？見開き。おどんぶりがいっぱい書いてありますね。こうかな。大丈夫かな。はい。ゴーン。とお寺の鐘が鳴ります。セリンの耳がピクリと動きます。さあ、お家に帰らなきゃ。トントントン、杖を突きつき歩いているとじんわりよだれが湧いてきます。だって、今夜のご飯はばあちゃんのトゥクパ。トゥクパはごちそうスープですから、鼻歌だって湧いてきます。熱々のトゥクパ、お野菜ゴロゴロ、栄養たっぷり、ピリッと美味しいトゥクパ。パタ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 、あれは旗がはためいてみんなのお祈りを空へと運ぶ音。トントントン、ゼリンは杖をつきながら家路を急ぎます。やあ、ゼリン、慌ててどこに行くの？近づいてきたのは仲良しのリグジンです。セリンは元気に答えます。トゥクパを食べに帰るんだ。ばあちゃんの作るトゥクパは村一番。それは美味しそう。食べに来る？いいの？行く行く、リグジンが答えます。大丈夫か、光ってみせる。じゃりじゃりじゃりり、
いつもの帰り道をフェリン、チェリンは歩きます。めーめー、前の方で羊の子供が泣いてます。モルったら、また牧場から出てきちゃったの？抱き上げた小さな羊はふわふわ。そこにいたのか、迷子のモル。タシおじさんがやってきて、小さな羊を抱き取ります。ゼリン、またモルーを見つけてくれたのか。いつも助かるよ。おじさんはゼリンの手を引き、元の道へ連れて行ってくれました。ねえおじさん、今夜ばあちゃんがトゥクバを作るんだ。食べにおいでよ。そいつは嬉しいな。お邪魔するよ、とばあちゃんに伝えておくれ。ゴボゴボゴボ、ザーザーザー、川の音が聞こえたらお家はすぐそこです。あら、チェリン、そんなに急いでどこに行くの？洗濯をしていたニーモおばさんが川の向こう岸から呼びかけます。ばあちゃんがトゥクプを作るんだ。おばさんもおいでよ。ばあちゃんきっと喜ぶよ。行くわ、チェリン、おばさんが答えます。ゴホンゴホン、ズズ。鼻をすすったのはご近所のヌルブーさん。おじさん、咳がつらそうだね。ばあちゃんのトゥクパを食べたらきっと良くなる。おじさんも来てよ。ああ、ばあちゃんのトゥクパは効きそうだ。じゃあ、後で。ヌルブーさんも来ることになりました。ザッザッザッ。あれはばあちゃんが畑でシャベルを使う音。ただいま、今晩リクジンも来るって。ばあちゃんのトゥクパは村一番だって教えたんだ。大きな声でチェリンは知らせます。あの子はいつでも歓迎よ、とばあちゃんは嬉しそう。それからね、タシおじさんとニーモバさんも来るよ。ヌルブーさんも。チェリンはウキウキ、ばあちゃんはあたふた。みんな来るの？トゥクパを食べに？あらまあ、水がもっといるわね。野菜と麺も。こうしちゃいられない。ばあちゃんは立ち上がり、セリンにカゴを渡します。スープに入れる豆を取っておいで。石垣を伝ってそろそろと、セリンは畑に向かいます。つるりとした豆のさやを指先で確かめながら、カゴいっぱいに豆を積んでいきます。というふうにですね、ご飯の準備が進んでいくわけです。みんなこうやってお土産を持ってですね、手ぶらでは来ないですね、麺を持ってきたり、ほうれん草を持ってきたり、みんなのご飯、みんなが持ってきてくれたものもスープに入れて、こうご飯の準備が進んでいくわけでございます。はいはい。そしてついにおばあちゃんが、はい、トマトと玉ねぎを刻み、鍋の油から煙が立ったちょうどその時、ああ、停電だ、真っ暗だ。リグジンが残念そうに言います。変ね、こんな早い時間に電気が止まるなんて。ニーバンおばさんはちょっと驚いてます。今夜は月も出てないぞ。ヌルブーさんが続けます。こんなに暗くちゃトゥクパができないわ。トマトと玉ねぎを鍋に入れながら、ばあちゃんは困ってます。停電なんてへっちゃらさ。セリンはばあちゃんのところに来ます。僕に任せて。そしてここからですね、チェリンの活躍が始まるわけです。暗闇の中、手探りで匂いを嗅いだり、物を触って確かめたり。でもそれって実はチェリンの日常なんですね。なぜなら彼は目が見えないから。この本がやっぱり優れているなと思うのは、目が見えない男の子を主人公にしながら、彼をかわいそうな子供にしていないこと。目が見えないことも彼の個性として非常にきちんと話の中で前向きに消化してますよね。面白いのはここですね、麺を作るんです。そろそろ麺を入れるよね。チェリンはもう待ちきれません。そうね、ちょうどいい頃ね。ばあちゃんの許しが出ました。ニーマンおばさんが作ってくれた麺の生地をチェリンはよいしょと持ち上げます。私も手伝おうかしら。おばさんは真っ暗闇の中をおっかなびっくりやってきます。綿棒で生地を薄く伸ばし、二人で麺を作ります。あ、やった、電気がついた。リグジンの声です。よかった、
ちょうどトゥクパができるところよ。はいはい。スープに麺を落とし込みながらばあちゃんが言います。見てちょうだい、ゼリンが作った麺のきれいなこと。太さも長さも全部一緒。私の麺はおかしな格好ね。ニーマおばさんが笑います。ゼリンのトゥクパは村一番。仲良しのリグジンに褒められ、ゼリンの顔はニッコニコ。山の夜空にみんなの笑い声が響きます。熱々のトゥクパ、お野菜ゴロゴロ、栄養たっぷり、ピリッと美味しいトゥークパ。おしまい。こういう話なんですね。はい、こんな感じです。実はこれは、この本はですね、版権を買ってから気がついたんですけど、インドの、IBBY っていう国際児童図書評議会っていうのがあるんですけど、国際組織ですね。あそこが出してる、選んだインド、この2018年に出たインドで一番いい絵本になってました。でニューヨークでも東アジアでも非常にたくさんの困った環境にいる子どもが頑張って生きる本というカテゴリーでですね、あちこちで表彰受賞していて、本当にラッキーだったなと思いました。美味しい話なのでね、ちょうど今日の倉科さんの会にぴったりと思って持ってまいりました。これぜひ今あちこち図書館とか学校図書館、公共図書館でも図書館本でも取り上げられてますので、機会があったらぜひご覧になってみてください。はい、トゥクパを食べようでした。ありがとうございます。あれですね、絵本を通じてよその国のこのご飯とか食文化とかを知る機会になるのもいいことですよね。そうですよ ね、案外普通に停電が起きる街っていうのもね、そうね、実際にラダットという街は私まだこういう感じ、でもこれがこの人たちの普通日常なので、私たちの日常と違うってことを知るのも海外の絵本の大事な役割かなと思います。はい、さてということですね、もうそろそろ、はい、あと4分ぐらいでおしまいになりましたが、トモさん今日いかがでしたかね。おいしい、おいしい。でもなんかそれよりも色鮮やかな、いろんなものを見て、ね、この絵本もねすごく色が綺麗で、はい、ご飯も色鮮やかで、なんかちょっと心癒された感じがしましたね。私はさらにお腹が空きましたね。でも今日はもうね、今まだ時短営業中なのでどこもやってないですよ。そうですね、これね、始まった瞬間に全ての店が閉まるという、そんなね時間帯でございます。お腹空きます。見てる人もきっとお腹空いてますね。そうですよね、皆さんお家でご飯食べてるかもしれない、まあ、それはそれとして、はい、最後になりますが、読み聞かせの許可をくださいました、原作者のプルバーラムさん、シーラ・プルイットさん、シルバー・ラナデさん、そしてから日本語の素晴らしい翻訳をつけてくださった、翻訳者の天貝ひろみさん、そして出版社のイマジネーションプラスさん、動画に音楽を提供してくれました浅川正夫さんに心よりお礼を申し上げます。ありがとうございます。さてですね、スイコさんの毎日仰天、次の放送は3月25日ですね、はい、同じく木曜日夜8時でございます。ゲストはこれまたちょっと加えたキャラクターというかですね、翻訳家で、マインドフルネス写真家、和菓子作家でヨガもできる、まあ、八面六臂の猫会レディですね、はい、松並幸子さん、はい、この方を呼びしようと思っております。ちょっと属性が盛りすぎて本当申し訳ないんですけど、本当にやってるんですね。お菓子と猫と、写真の話をお聞きしようと思っております。はい、そして来週のこの時間は、講師経営手帳の安慶飛先生の、木曜人生劇場天地人をお楽しみください。はいはい、そして、ちょっとさっきやったばっかですけれども、今日の光のキーワードは、はい、軽やかに武器を増やそうでした、はい、で来週のゲストも武器をたくさん持ってらっしゃる方のようで、持ちすぎやね。楽しみにしててください、はい、待ってございます、はい、そしてこの番組が、皆さんの明日を、より良いものにする助けになれば嬉しいと思っております。本日の放送は、トレイル、この素敵な、はい、低濃度オゾン発生装置、はい、こちらの、聞きまくっているスタジオで、マスクなしで送らせていただきました。途中のゲストの方が